盲目の時計職人は1986年に出版されたリチャード・ドーキンスの著作、自然選択による生物進化の解説と反対論の論破を行う啓蒙書。また、同じく遺伝子中心視点に関する著作、利己的な遺伝子に対する批判への論爆も行っている。タイトルの盲目の時計職人は18世紀のイギリスの神学者ウィリアム・ペイリーが 自然進学において記した時計職人のアナロジーに介している。ペイリーはダーウィンが種の起源を発表するより半世紀以上も前にある時計の存在がその時計を作り出した職人が存在するという信念を肯定するのと同様に生物もまたその複雑性から生命の作り手の存在を肯定すると提案した。これを受けドーキンスは 人間によるデザインと自然選択作用がもたらす設計能力とを対比させ、自然淘汰などの進化の作用は、盲目の時計職人のようなものだと述べている。ランダムな進化と人間の選択による自然淘汰によって、多様に変化するバイオモルフの一例自然選択が、生物の複雑な適応性を生み出すことを説明するため、ドーキンスはまず、純粋に無作為な発展による、 複雑性と蓄積選択と組み合わさった無作為がもたらす複雑性の作用、イタチプログラムの例を用いて明示する。ブラインドウォッチメーカー、自然淘汰は偶然か早川処九1993リチャード・ドーキンス、盲目の時計職人、中島康弘た分け、早川書房2004年、ピアニッシも24から25。 ISBN 978から41億5208万5573。ダーウィンが発見し今や周知の自然淘汰は盲目の意識を持たない自動的過程であり何の目的も持っていないのだ。もし自然淘汰が自然界の時計職人の役割を演じていると言って良いのなら、それは盲目の時計職人なのだ。ハムレットの一説ミスンクス IT is like a m ーゼルを完全にランダムな28文字の文から突然変異と累遺跡選択のシミュレートによって導くプログラム。ありがとうございます。